どうもラヴィット!」の渡辺ですはい松本ですはい本日もよろしくお願いいたします,しいしますということで忙しいわ忙しい本当今あのー、サ,サブスクのさ、うん、見たい映画とかドラマがめっちゃあってさ、うん、見まってんのよ今俺もうテレビつけてないわ今地上波家おる時はもうずっとその ネトリックスでやったりネットフリックスとかあのね「うん、あのスター・ウォーズ」の「うん、マンダロリアン」っていうのがあるのよマンダロリアンそう「マンダロリアン」っていうドラマがあんねスター・ウォーズ」シリーズで「スター・ウォーズ」シリーズってまだやってんの?「スター・ウォーズ」めちゃめちゃあるからな種類ああそうなのしまくって、えー、もうわけわからんくなってんねんけど <laughs> 時系列とかあるからああ一応つながってはいいのつながってはいいう無理くり作ってるやんみたいな 感じやねん。でも、面白い。面白いの、その映画も、だから、本場のそのさ、ルーク・スカイ・ウォーカーとかさ、ダース・ベイダーとかさ、のやつ、えっと、三部作、ははいい。エピソード4やねん、あれ。うん。一番最初のスター・ウォーズ、エピソード4やねん。うううんんん。で、フフォー、ァイブ、シックスやねん。うん。時系列で言ったら。ほんで、次にワンが出て、ツー、スリーが出るみたいな。で、完結するほんで、七、7、八が出んのよ。 そこまでだったっけそうそう。ほんで、一番最新が、それ。うん。7、8まで。そう。ほんで、なんかあの、スター・ウォーズの一番最初のやつでさ、ハリソン・フォードがやってた、ハンソロ。うん。あるやん。おるやん。ハンソロ。ミレニアム・ファルコン号乗ってる。うん。ハンソロが、駆け出しの頃とか。ああ、エピソードゼロみたいな。そう。ハンソロのスター・ウォーズ、ハンソロっていう題名で。ああ。とか、いろいろあんねんけど。 うん、しがみ倒してないそう。だからその、えっ、ー、と、3と4の間とか。<laughs> 3.5ぐらいの。そうそう。<ー>のなんか全然違うキャラにフォーカス当てた中で、うん、その、マンダロ・リアンリアンっていう。マンダロ・リアン。があんねんけど、うん、それは、えっ、ー、と、エピソード6が、時系列で言ったらな、うん、エピソード6が終わりました。うん ダース・ベイダー倒されて、ルーク・スカイ・ウォーカーに倒されて、うん、次にエピソード7の、ここの期間が約30何年空いてるっていう設定やね時間で言ったら、はい、年数で言ったら、35年後がエピソード7みたいな。その30何年の間の話やね <laughs> ね隙間塗っていくね。そうそうそう。その デススターが破壊されて、ダース・ベーダーが倒された、2年後かなんかの話から始まるのかな。うん、で、それの主人公が、うん、なんかマンダロリアンっていう、なんかあの、なんていうのなんか、軍団があんのよ。うん、部族みたいな。うん。まあ、賞金、だから強いやつ、アーマー着てるやつらやねんけど、うん。そいつが、その中の一人が主人公やねうん。そのかっこええ。全然、今の、 初めて出てくるようなやつらそれはマンダロリアンは初めて出てる初めてでマンダロリアンちょっとググってください見た目がかっこいいのヘルメットみたいなかぶっててやねんけどそれのそっくりなやつがスター・ウォーズシリーズに出てきてんねんボバフェットっていうキャラで賞金稼ぎやねんけど同じようにアーマー着ててそのボバフェットボバフェット 見た目めっちゃ似てんねんけどなんか別物みたいな全くキャラは違うキャラは違うね違うやつやねんうんでそいつが主人公のマンダロリアンが主人公の話やねんけどなんかあの「ようだわかる」「ようだわかりますよ」「緑」「緑」「モンスター」「ジェダイ」のな「ジェダイマスター」「うん」あれの赤ちゃんバージョンみたいなのがおんねんやねん 多いってキャラが。ベビーヨーダーみたいなやつがおんねんか。<laughs> 名前なんていうえっとね、うん、名前忘れた。名前途中で明かされんねんけど。<laughs> <何>もうな、キャラ多すぎて <laughs> いや、そうやね。もう難しいのおもろいねんけど。うん、そのベビーヨーダーをなんか、マンダロリアンが保護して、うん、その、仲間のもとへ返すかなんか、ま、守るみたいな。うん。突え、その、急にそいつ見つけた見つけたっていうか、その仕事で、うん なんかあるものを取りに行くみたいなミッションを課せられる賞金稼ぎやからマンダロリアンは依頼されて行ったらその物物物を強奪しに行ったらその子やってそれが狙いに行ったやつがそれやってそれやってでこれこの子愛着湧いちゃって旅帰ってる途中とかにめっちゃ赤ちゃんやねんか宇宙船のなんかあの ギアみたいなところの丸いボールをふわっ触って口入れようとしたりとかしてそのマンダロリアンが「<laughs> やめるんだ」ダメだここに置いとく」触っとダメだからな」とかっていうのをずっとでやってたら愛着湧いてこ,れこの子その依頼主に渡したら多分なんか利用されて殺されるっていうのが分か,る分かって。 やっぱあげんのやねたって。守ろうとね。ほんで、返してあげないとってなんで、ね。た、うん、連れ去られてるから。なるほど。っていう、なんか、マジ、小連れ狼やね。<laughs> 大五郎じゃんのそうそう。え<へ>で、その、小連れ狼インスパイアして作られてるねんでやっぱり。ええー、あそうなんや。そう。これ、スターウォーズじゃなくてもよくないスターウォーズ、スターウォーズじゃないとあかん。 なんでよ。今んところスターウォーズのそのメンバー出てきてないやん、全然。めっちゃ出てくんで。周りは出てくる周りにいっぱい出てくる。いっい出てあの時のとか。<laughs> だってルーク・スカイ・ウォーカー出てくんもん。あ、出てくんねんや。で、で <も S 2> そのベビー・オーダーなんで利用されてるかって言ったら、<うん S 2> むちゃむちゃホースの力があんのよ。ジェダイの。え、じゃあベビー・オーダーだなだから、その種族は多分そうやねんと思う。<laughs> ないやねでジェダイに返して訓練してもらってジェダイにした方がいいってなんねんマンダロリアンはほんでルークが出てくるみたいなマンダロリアンはジェダイの騎士にはならへん全然ただの賞金稼ぎもうビームビュンビュンええ？めっちゃおもろいねあそれが要はネットフリックスそうで今ずっとやってるこれ何話の話ですか マンダロリアンはね、うん、ディズニープラスやな。あ、スターウォーズはディズニーに買収されてるから。ディズニープラスはディズニープラスでお金かかるでしょう。うん。で、うん。さっき言ったボバフェットおるやん。うん。ボバフェットも出てくるね。え、これ。マンダロリアンに。マンダロリアン見た時には、あ、あの時、あれ、これボバフェットちゃうんかっていうのはみんな感づく。 だマンダロリアン見るやつなんか、スターウォーズ好きなやつしか見えへんから。いやねその見方。わ <laughs> かれへんやんか、マンダロリアンから入って。な、マンダロリアンから入っても、マジで意味わからんと思う。<laughs> あれ、そう、もう置いてってんもん。新規多分置いてってる。もうコンティニュー案件、これは。そう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 。続きから。で、俺、一番スターウォーズで好きなキャラクターがボバヘッドやねんああ。そうなんめっちゃかっこええねん、見た目。ヘッド、ちょっと調べて。見た目めっちゃかっこええね。あ,あ、そうなんや。で、 ボバフェット世界的にスター・ウォーズファンの中でめっちゃ人気やんね、うんああそうなんやでも、うん、スター・ウォーズエピソード4、5、6の中で一瞬しか出てけへんね、うん人気やのにでその時はそんな人気出るキャラやとは思わんかってん、うん、あ作ってる時もる時セリフもほぼないしほんまに1 モブキャラみたいな感じでおるだけやねちょろちょろしてるだけやねで死に方というか最後のやられ方もむっちゃあっけなくジェットパックにビーム空飛ぶねんけどジェットパックにビーム当たってわあって落ちてんか変な怪物がおる穴に落ちてそっからもう死んだみたいな扱いやねでボボババががめっっちゃ人気その後出まくてるから 実はその時死んでなかったみたいなないやねアーマー着てたから <laughs> お金の匂いプンプンするわそれでそのマンダロリアンとボバフェットが、うん、共に戦うとかもあんねあ<ー>全然違うかったのに <laughs> 無理やり感出てるなそれがめっちゃかそれがねめっちゃめっちゃ胸熱な展開は、えー、でまた別でマンダロリアンとは別でうん、うん ボバフェットのドラマもあんねんもう多いってでマンダロリアンのエピソード12今3まで出てんねんけど12、うんうん、見てから、うん、ボバフェットのドラマを見なあかんねんえ3を3行く前に行く前に,く前にだ,かだから言うてくれんのそれはここまで見てくれてありがとうってここから <laughs> マンダロリアンだこ <laughs> <laughs> こからはボバフェットの方を先に見ようって3を見る前にボバフェットを見ないとダメだぞっ言ってくれん 俺はもう調べてみた調べて自分で気づいたでこれなんでそんなことになってるかって言ったら <laughs> マンダロリアンの1エピソード128、うん、話ずつぐらいねんけど12、うん、のオンエアが終わった後に、うん、ボバフェットが始まってん、うん、配信の順番で言ったら、うん、だから、ね、だからみんなその順番でみんな,なるほ,どほんでボバフェットの,そのドラマを見終わったら、うん 3行くみたいなだからマンダロリアンのエピソード1と、うん、1> エピソード2と 2>、うん、エピソード3の間にボバフェットの時系列やねその企画段階でもうちょっと精査してほしいわもうこ<れ>そんなこれあ今これがマンダロリアンかっこいいやろ用っ <laughs> ちゃいようおるやつやんこいつなんかなあでボバフェットはこれやね <laughs> ちょっとボロボロやね じゃわ <laughs> かるでボバフェットのおとんがおとん,おとんがおんも出てくるんかい、うんジャンゴフェットっていう伝説の賞金稼ぎやって <laughs> 知らんてそんなでジャンゴフェットはもう死んでんねんけどジェダイに殺されんねんけど、うん、ジャンゴフェットのアーマーを着てんねん受け継いでか身そうかたをそうてるとでボバは最初その、うん、ジェダイのことを憎んでてん、うん、父さん殺されて,てそう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 とかもあんねん、うん めっちゃ似てるやろ。そっくりやろ。一緒や。やもう一緒やって。一緒やろ。そっくりとかじゃない、一緒。一緒やねん。<う>で、マンダロリアンっていう部族やねんけど、こいつは。うん、じゃん、ボバはマンダロリアンじゃないねん。うん、マンダロリアンの部族ではないないねアーマー一緒やのに。これ,これはマンダロリアンのアーマーしか着られへんアーマーやのに。うん、じゃあなんでボバは着てんのそれ着てんのっていうかなるやんか。うんうん で、もともとジャンゴフェットが、マンダロリアンやったんかって言ったらそうじゃなくて、うん、マンダロリアン、めっちゃ大昔に、なんか、マンダロリアンから分裂した、やつららしい。うんうん、<laughs> いや、この <laughs>、だから、ボマは、誰や物語作ってるやつ。 ジョージ・ルーカスじゃんかいもう逆算逆算やないか、こんなもん。<laughs> もう後付けサクサク。<laughs> もう後乗せサクサク。こいつがおるということは、たどっていくと多分こうなるやろ、みたいな感じの。わけわからんくなってさ、俺も。うん、もうウィキペディアとかで調べんねんで。マジジョージ・ルーカスにクイズ出したいわ。分かってないと思う <laughs> もう手から離れすぎて。<laughs> もう。 うん、いいろろんなこと周りがいろいろやりがやすぎてで誰がどの関係性で誰がどの父親でとか、うん、どの一族でとかってウィキペディアでさ、うん、もうずっと辿っていって調べていっても、うん、途中でもうさ300年前とか。 ネットサーフィン関係ないやんネットサーフィンみたいなだから分からん名前やったらウィキペディアでタップしていったらさそいつの紹介のウィキペディアに飛ぶやんかむちゃむちゃ行ってもうてさもと戻られへんかって俺これ何調べてんねやったっけ今ってああでもそれは見るもん多いっすねそうであとあの「コブラ会」「コブラ会」のファイナルシーズン配信始まったからネットフリックスで これはちょっと時間かかるわ小倉会の説明、うん、小倉会はあのベストキッド、うん、なんか言うてましたねあれどこ営業から帰りのああ周平君になんか言うてたのかね,いいね小倉会むちゃくちゃやからいいですねどこが空手やねんと思うもん <laughs> またんかそれまとめてちょっと YouTube の動画撮りましょうよ、ね、おすすめ「スター・ウォーズ」うん スターーウォズやか俺も説明できへんねんけどなまあ詳しい一番最初のそのホンのスター世紀の「スター・ウォーズ・サーガエピソード1からセブンとかまで最終的にどうなっちゃうのかっていうところまでだってずっと実写でやってたのに急にアニメとかなるからなアニメとかもう意味わからんよ入ってけへんし 冷めんねんキャストできんキャスティングできへんかったんかっていう話うアニメオリジナルのキャラが、うん、急にこのマンダロリアンで実写で出てきたりするから、うん、お知らんもんそいつのことは <laughs> その認知してないそいつの認知らん <laughs> まあいろいろねあるということで何やったっけベビーヨーダーの名前まだちょっと調べおいてくださいそう急に可愛いのでも <laughs> でもヨーダーじゃないんやろ ヨーダじゃない。ヨーダもう死んでるから。そうやな。難しい。そうそう。はい。ということでごめんなさいちょっと長くなりました。言えその前です。またちょっと話したいことあった。え？大丈夫？うんないです大丈夫です。あの孤独のグルメ。ああ。またあとあで後でっていうか今度今後話します。はい。はい。ということで今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。